はい、こんにちは。今日は1月10日締め切りの初報語6年生の課題を書いていきたいと思います。こちらですね、ちょっと拡大していきます。このあたり、あ、これぐらいでいいですかね。はい、それではこちらに書きたいと思います。気をつけなければいけないのは、まずこちらちょっと見ていただくと、ここの隙間ですよね、両脇の隙間はしっかり開けること、幅いっぱいに書かなくていいというところなので、文字の大きさ気をつけましょう。大きさというとね、またなんか縦幅だけでなく横幅も節約しちゃったりするんですけど、そうではなくて縦幅の節約をしながらというところで、はい、書いていきます。まず2ですね。2、これ上がるとこっち反る、これをしっかりとねやります。それからここからリットルというカタカナが入ってきましたよ。リットル、はい、この時には気脈ですよね。ここリが終わったらツーにそのまま入れるように、このツーが終わったらトのここに向かうように、でトのここが終わったらルのここに入れるように、これをもう一気に書いちゃった方がいいと思います。途中途中で休んだりするとその気脈が崩れてしまって途切れちゃうので、そうするともったいないですね。それからこんな風にお手本となるものをすぐ隣に置いて、本来ここまで折ってもう すぐ近くに持ってくるのが一番いいんですけど、そうで、このあたりですね。でそうやって書いていくと下の方が余っちゃったりとか、足りなくなっちゃったりっていうのがないので、おすすめです。そうで、のですね、のが終わったこの先からこんな感じで入ってこれるといいんですよ。見えない線がこうやってつながってるかのような感じですね。で、まず2つ目の漢字ですけど、穴冠です。ここ1画目2画目もしっかりと長さをこう出していいんです。で3画目こんな感じ、左からこう浮かんぶりのようなこれですけどね、ここからここはこんな感じで斜めのラインができていいと思ってください。これ無意識にこうなんか揃えようとしちゃうんですけど、皆さんね、結構どうなってる？こうやってなんとなくこれだとね、浮かんぶりっぽいじゃないですか。ね、だけどこれ実際邪魔だし、ここ穴かんぶりにするのに これがねやっぱりあるので、ここ邪魔しないように本当にこちら側短くします。で、あ、なんか変かもしれない、ここもっとこっちがいいですね。ここの幅気をつけましょう。こことここ同じぐらいにしたいので、こういうところ、うん、でギュッと上がる線とこっち反る線、ここにも漢数字の2が見えますよね。こういうところをしっかり見てほしいんですよね。ここの2と同じなんです。これ応用してるだけっていうところ、分かってるのにできないっていうのはすごくもったいないことなので、分かってることはしっかり紙の上で表してアピールしてください。でここ次もノが来ますね、うん、ひらがなあまり大きくならない方が美しいので、ノとかこのぐらいでいいです。で次ペットボトルというカタカナです。うん、カタカナは基本的にはひらがなよりは大きく、漢字より小さくと言われていますけれど、これものの名前なのでね、やっぱり少し大きめでいいですかね。まあ、バランス、他とのバランスを見ながらっていうのと、あと下の空き具合を見て調整してください。空きすぎもやっぱあんまり良くないですけど、うん、このぐらいなら OK でしょう。見えてなかったですかね。このくらいですね。はい、次ですね。そう、4本でという漢字がきます。4本、ここに漢数字の4、これ横幅を出すと同時にさっきの2と同じぐらいの狭い幅で縦幅、こういうところは細かいですが、ここにしっかりと
隙間を作るようにこういうところですね、うん、した方がいいですよ。で、本という字です。ここグッと上がる線質にしましょうね。で、縦はこんなもんなんです。意外と頭しっかり出てますよね。そういうところ、これ意外と書きづらいですね、本っていう字ね。そう、そこからひらがなの大きさとしたら次こんな感じです。すごい小さく感じるでしょう。でもこれでいいんです。こういう書き方にだんだん慣れていくと、大人になってからあのペン字っていうわけじゃなくてもね、普通の文章を書く上でもすごく書きやすくなってきますので、今慣れておくととてもいいです。そう、4本で体重という感じです。またこのね、本という字来ましたね。今回はこれがポイントでしょうか。やっぱり何回も出てくるものっていうのはちょっと怪しいところがあるので押さえておきたいところです。で、起筆の大事さ、こういうところ重なる部分とか、あとはここの部分もこのキュッてなる、うん、締め具合もこれはとても重要ですね。で、そう、ここの長い部分をしっかり強調しましょうか。あ、なんか今回あれですね、あの漢数字すごく出てくるので、ちょっと基本が問われるところでしょうか。長くします。7というこれですね。これ頭を出す、ここは本当に狭くてよくて、このラインを大事にしたいところです。一画目短くなってしまったら付け足してもいいので、もうここはしっかり出して、次短くちょっと下に下がり気味でいい感じですね。こんな感じで、この開き具合がすごくかっこいいところなので、こういうラインを大事にしてください。ここ、はい、7、10、はい、10ですね。10っていうのもなんか足が長くなりがちなんですけど、ここひし形のような感じで、しかも潰れた感じで OK です。頭の大事さ、ここ大事、下よりも実は頭が大事って感じですか。そう、下はねそんなに頑張んなくていいんです。よく宛名書きとかでもこういうね書いたりしますけど、縦幅っていうのは本当に頭の方が大事ですね。はい、キロ、カタカナです。そう、ここの行は結構詰まり気味なので、一つ一つのちょっと空きだったり、こうでも漢数字っていうのはすごく扁平に書けたりするので、そういうところで節約をしながら隣に置いたお手本と同じように書けばまあ入りますのでね、その辺気をつけましょう。それからのって結構出てくるんですけど、こののから次に行くところっていうのはやりやすいっていうのもあって、あ、見えてない、ごめんなさい、ここですね、のから次に行くとこですね。これはあの初心者でも結構書きやすいので、もう小学生でももちろんできますから、ここから、あ、間違っちゃった、人っていう字ですね。また空を書こうとしちゃいましたね。ここからこっちです。そう、すいません、ここからね、こう入ったらこっちですね。そう、だからのを書いてる時にもう今私全然違うこと考えてたからダメでしたね。このかん、あの書いてるところで次人なんだよっていうのを思いながら行かないと、もうここでちょっと方向が違っちゃうわけですよ。今少しの方向でしたからね、もうこんなもんでしたけど、そうそう、一つ一つの字というよりはもう塊で見て覚えて書きます。そうすると早書きとかあの板書とかもねやりやすくなりますし、あのそうするとあの学習効率もきっと上がるんじゃないでしょうかね。70キロの人を浮かぶという字です。トントントン、これ三髄は必ずこんな感じ、うん、こうやって書くこともあるんですけど、こっち全部がこういう風に出るようなね、まあ、大体この3点 C みたいな、ここの2点目が出てくるような、こっち側にね出るような感じで書けるといいでしょう。かはね本当に小さくていいので、半分から出ないように、そうですね、こう半分半分になってるからか余計に小さく見えますよね、他のひらがなより。浮かせられ、
背です。背はね、もうちょっと真ん中の線を意識しておいて、下から上がります。ここが高いとこなので、ここ出しましょう。ここが出てて次が出なくていいところです。あまり出ないね。これ何の字が元かと言ったら世界の背、これですね。一本少ないじゃんって感じですけど、これまあなくなったと思って、ここが高いとこなんだよっていうのを出して、この傾斜をつけましょう。それからそれと同時にここもそうなんですよ。こういう感じで縦幅少なくして、まずは第一画目をグイーンと上げて、二画目頭を出すっていうところをしっかりするといいと思います。そう、ラですね。ラは先ほどの 3,4 年生のところでもさっき言ったんですけど、ここ上からのラインが欲しいところなので、こう上からこう書いてくる縦書きでは特にここ絶対外せないところ、こう跳ねてから下、跳ねっていうか、まあ次につながるこれですよね。ピッと上に、だからこっからこうやっていっちゃいけないっていう説明を先ほどもしました。ここからこうですね。せられだから、ラが終わったら、もう私一回ここで今ね、あの違う説明をするのに一旦離れてしまいましたけど、もしそうに離れてしまった時には、ここを払った後、この気持ちを取り戻してからレに入ること、そうするとこういう風になると思うんですよ。ラの払いからレ、それをね、少しこう分かるような感じで持ってきてくれると、多分審査の方は素晴らしいなって思ってくれるんじゃないかと思います。で、真ん中からね、次いきますよ。水という漢字です。ここしっかりと、漢字なのでちょっと大きめでもいいぐらいです。こう来てスッと、ここだいたい同じぐらいでしょうかね。水のまたのです。のはね、たくさん出てきますね。はい、次何かなって、もうこの辺で考え始めて、事故ですって、ここ、こういきますね。この辺りで一旦止まっていいでしょう。と、止まる位置っていうのが字の終わりではなくて字の途中でいいということ、これはね結構大人の方でも衝撃だったりするんですけど、ここからこういう風にまず来て、この辺りまで来たら、もう一回手本を見て、って考えるんですよ。で、この辺ですね。これ全部キュッキュッってかなり締めてます。全部締めといて、ここがすごく出るところ、字の中でどこが一番飛び出しているのかっていうのを自分の中で明確にすること。で、字の表情とかもそうですけど、どんな表情してるのかなっていうので、あの頭の中の記憶を塗り替えるというのか、ちょっとそういうの必要ですよね。だからこのいつも頭があまり出ないっていう場合には、もうあの記憶がそうになっちゃってるわけですから、それ一回塗り替えましょうね。で、字、こうです。こう、こう辺がこちら側ですけど、こんな感じで少しこっち長いぐらいでいいので、こういうふうに口を持ってきます。これが変なのでね、こういう風に上がってますね、両方とも。上がりっぱなし。それからこちら。なるべく上に行きたいという気持ちの表れで、こういう強さがここに現れました。ね。こういうのが自然とできるとよりいいんですけど、こういうのは毛筆を通して、だんだんできるようになったりするので、そういうところ、毛筆と硬筆は全く別のものじゃないっていうところと、両方をねやっていくことによって上達も得られるってところで実感してほしいですね。こうです。次が、防げる。キュッと上がりましょう。で、これ少し湾曲していいですよ。まあ、まっすぐでも構わないんですけど、ただ間違っちゃいけないのは、こう来てこうになっちゃいけない。こうになると何がいけないかっていうと、作り側の邪魔をしてしまうから、なるべく邪魔をしないように、こっちだったらまあまだいいですね。そう、曲がっていい方向っていうのも考えるといいです。優先順位というのかな。ここでの優先は、こう漢字の中で言えば作りの方が
広く取りたい、偉いわけじゃないんですけど、少しこっちの方がいつも立場的には優位なので、そちらを狭くしてはいけないというところ。ひらがなはまたちょっと違うので、今漢字の話ですね。そう、最後丸でこれで終わりでしょうね。ここで学年どうしようかな。ちょっと隣のが見えちゃうのでちょっと隠しときましょう。5、6年生でしょう。小5でいきましょう。小5。そう、ぜひ5、6年生は私今ねすごい濃い鉛筆使ってるんですけど、こうやって汚れてしまわないようにこう何かね、ここを押さえる何かを置いてから上からこう書くようにすると作品とても綺麗に仕上がりますので、そう、汚さないっていうところもちょっと気をつけてみてくださいね。はい、それでは今月も頑張ってください。